ハーチャムのサジェスト。安心して、これツイートしてる人大体ハーチャム病。みんなたくさんのツイートありがとう。ハーチャマチャマ、ハーチャマこと赤いハートです。今日もツイートと会話していくよ。どうや。おい嘘だろ、ハーチャムクッキングがどさくさで料理トピックに紛れ込んでるんだが、うちのアンドロイド TV くんおかしくなっちゃったのかな。世も末だな。母ちゃまみたいな恥ずかしい人間になりたくないから、週一でお菓子作り教室に通うことにした。こいつがマフィン焦がしますように、こいつがマフィン焦がしますように、こいつがマフィン焦がしますように。母ちゃまの流しそうめん動画を見て、そうめんの作り方を覚えたので作ってみました。めっちゃ美味しいです。ありがとう母ちゃま。20点出直してきな母ちゃま。母ちゃま某所では動物園の見物動物と同じ扱いされてて、草しか生えん。この度は母ちゃま動物園にお越しくださり誠にありがとうございます。動物はすべてハーチャマ。あちらに見えますのは貴公子のハーチャマです。毎秒放送事故を起こす特技を持っています。旦那がハーチャマの料理流しながら踊り出したんだけど、今後のためにハフル。お電話ありがとうございます。ハーチャマ何でも営業者です。お宅の旦那さんを処分していただきたい。なるほど、了解いたしました。お支払いはチャンネル登録でお願いします。しかし気分の落差が激しい。胸くそ悪い画像を見て映って、その下にあったハーチャマクッキングで全てがどうでもよくなり、歌ったら元気で、この間わずか15分。最近この人ツイッターでよく見かけるし、後で見てみようかな。ハーチャマを宇宙に聞くってはっきりわかんだね。今日のツイート会話はおしまい。チャンネル登録、ツイッターの